こんにちは中村ですいつもご視聴ありがとうございますこのチャンネルではインベンター 3D CAD の使い方や機械設計についてお話ししています今日はソレノイドバルブの構造と仕組みについて解説します今日お話しするのは次の4つですソレノイドバルブとは一次側と二次側とは構成部品と動作原理作動圧力差とはそれでは早速解説を始めていきたいと思います ソレノイドバルブのソレノイドは日本語で言うと電磁石、バルブは日本語で言うと弁です。ですから直訳するとソレノイドバルブは電磁弁ということになります。電気を流して電気の力で弁を開閉する機能を持ったものをソレノイドバルブと言います。電気で開閉せずに手動で弁を開閉する身近なものといえば水道の蛇口があります。 蛇口をひねって開けると水が流れますし、閉めると水が止まります。流体を止めたり流したりしたい、これを実現するのが便なわけですけども、工業製品の場合は自動で電気の力で開閉したいわけです。この電気の力で便を開閉するそれのイドバルブの構造と仕組みについて解説していきます。 流体の弁は管の中を流れる流体を弁で隔てています。この弁の入り口側が1次側、出口側が2次側という風うに呼ばれています。ソレノイドバルブの場合は、この弁を開閉するために使われているのが電磁石です。それではソレノイドバルブの内部構造を見ていきたいと思います。ソレノイドバルブは大きく分けて、電磁部と弁対部の2つの部分から成り立っています。 各部の名称はこのようになっています。コイル、固定鉄心、プランジャ、プランジャバネ、シール、便座です。今ご覧いただいているのは直動式というタイプで、直動式は電磁石に通電し、上部の固定鉄心を磁化することで、可動鉄心を吸着させます。そして磁化を取り除くと、可動鉄心がバネの力で元に戻り、弁を閉じる構造になっています。 このタイプは構造が簡単でストロークが短いので長寿命です。その代わり流体圧力に打ち勝って作動する必要があるので大きな電磁力が必要となってきます。 先ほど説明したように入り口側が一次側出口側が二次側と言いますけども一次側と二次側の圧力の差これを作動圧力差と言いますこれは一次側と二次側の圧力差の最大値を示したものでありこの値を超える場合は弁は開かないということになりますですからソレノイドバルブの選定の時にこの作動圧力差というのを必ずカタログでチェックする必要があります 作動圧力差が使用を超えたものだと弁が開かないということになります例えば最高作動圧力差が0.3メガパスカルのバルブの場合一次側0.3メガパスカル、二次側0メガパスカルだと差圧が0.3メガパスカルなどで使用可能ということになります次に1次側が0.5メガパスカル、2次側が0.1メガパスカルの場合 差圧が0.4メガパスカルとなりますので、作動できないということになります。ですから、1次側と2次側の差を必ず計算するか、実験によって確かめて最高作動、圧力差より低いというのを確認する必要があります。それでは、次に電磁弁の具体的な使い方の例を見ていきたいと思います。このように貯水タンクがあって。 貯水タンクの水が減ってきたときに、自動で水を吸水するような装置を考えます。タンクの満水位置と水が減った時の下限位置のセンサーを取り付けるとします。そしてタンクの水が減ってきたときに、下限位置のセンサーが反応して、このセンサーの接点出力をトリガーとして電磁弁をオンにします。そうすると電磁弁が開いて、水が自動でタンクの中に流れます。 そして水が溜まっていって、満水センサーがオンになったときに電磁弁を閉じます。このようにすることで、タンクの水が減ってきたら自動で給水して、満水になったら自動で電磁弁を閉じて水を止めるというようなことが可能になってきます。このように電磁弁というのは、産業機械や家庭用の機械で様々なところで使われている機械要素です。 レンジ面の内部の構造を理解することで、新規開発の設計をするときに役立つと思いますので、ぜひご参考にしてみてください。それでは今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。